世話になってます。はるはるチャンネルです。今日もね、まあ、冬場ですけども、スポット派遣の仕事を一日やってきたんで、このことを話したいと思います。はい、今日もですね、行ってきたのが、まあ、夏のシーズン、ベストなんでしょうけど、これね、牡蠣ですね、牡蠣。まあ、貝、他にもなんかいろいろあったんですね。アワビとかね、なんだっけ、いろいろホタテとかね、牡蠣のね、屋台ケータリングの仕事をやってきたんですよ。いや、これ結構ね、俺やってきて面白かったんで、うん、これちょっと一本動画出したいと思ったんで、あえて仕事行って、これ一本動画出すこと決めました。はい。牡蠣っていうと、やっぱり冬ですよね。はい。ちょっと今の時期がいいと思います。はい。で、これ場所がね、商業施設内の駐車場だったんですよ。まあ、空いてるスペースを、どのくらいかな300坪、200坪ぐらいかな。そこを、なんかテントで囲って、仮設のテントで囲って、中ビニールで周りを囲んで、まあ、その中に炭火を焼くテーブルみたいなのを置いて、で、まあ、会計できるようにして、で、それでまあ、そこに牡蠣をいっぱい持ってきて、牡蠣、それからアワビ、アワビもあったな。それからホタテ。で、それ以外にも、なんかイカの串焼きだとか、肉の串焼きなんかも、なんか売ってて、それをお皿に取って、トレーに入れて、まあなんか、会計した後、テーブルに持ってって、その炭火で焼くっていう、なんかね、焼肉屋あるじゃないですか。あれを牡蠣にして、屋外でテントで囲んでやってる。こういうイメージならばいいと思います。それを商業施設内でやってるというね。まあなんか祭りの屋台版みたいなのを囲んでやってるって言っても過言じゃないかな。言い過ぎじゃないんじゃないと。過言というかね。まあそんな感じのところです。で、時間がね、10時からね、4時まででした。6時間ですね。で、これ、ちょっと、ごめんなさいね。あ、ずれちゃった。あと30分休憩くれたんです。本当は6時間労働なんですけど、暇だったんで休憩もらいました。はい。僕もあまり仕事熱心じゃないんで。まあ、で、まあ、暇メンバーは私一人だけですね。中の人。うん。で、まあ、これ業務がね、非常に簡単なんですよ。まあ、お店について、すいません、はるはるです。今日派遣できました。って言ったら、あ、そうですか、よろしくお願いします。って言ってね、ちょっとなんかね、かっこいい感じの、俳優の誰かな。まあ、誰かに似たようなメガネかけた人が来て。うん。で、まあ、その人がね、まあ、とりあえず清掃やってて、清掃から始まって、周りをまあ、ほうきで吐いてね。で、それが終わったらテーブルを拭いて、で、その後に、どんな業務やるのかと思ったら、並んでいろいろピックするじゃないですか。丸亀製麺の天ぷらをピックアップするみたいに。それをなんかお皿にいろいろな、牡蠣はこれ。で、まあ、串焼きはこれ。それでなんかメニューにも牡蠣ご飯、あれなんだろうな、牡蠣でこう、炊いた釜飯みたいなご飯なんかもあったんですよね。まあ、牡蠣ご飯かな。まあそんなのもあって、まあオーダーを取って、それを最後会計するじゃないですか。容量的だから丸亀製麺と同じですよ。そんな感じのな、それが牡蠣版。はい。で、会計が終わったら、そのトレイ、オーダーが決まって会計が済んだら、トレイを持ってテーブルまで案内するんですよ。はい。で、テーブルは3列あったんですね。確かね、4×3、12から15ぐらいありましたね。で、その日私平日だったんですよね、働きに行った日が。なんかやっぱり人が足りなかったのかな。そんでまあ、派遣頼んだみたいですけど。で、まあそんなにお客さん来ないんじゃないのかなと思ったんですけど、意外に来たんですよね。で、奥から順に詰めてって、間一つテーブルインターバルを開けて、一つ入れたら間一つ抜かして一人隣。で、隣はまた、お客さん入れないで次っていう感じで、そんな感じで案内していきましたね、3列ね。まあ、そんな形でした。で、説明の仕方は、牡蠣の焼き方なんですけど、まあ、網をね、炭火で焼いてあるもう加熱の入った、火が入ってる炭に、網を乗せて、で、この網の上に、牡蠣の平らな方を置いてください。で、これを、牡蠣を置きましたら3分間、タイマーで3分間測ってくださいと。そこにタイマーがあったんですよ。ちっちゃいタイマーが。で、3分焼いたら、今度それをひっくり返して3分焼いてください。それで出来上がりです。それでも開かない場合は、貝むきあるじゃないですか。あれで開けてくださいみたいな。ただそれだけです。それと食べ終わったらセルフになっているので、あちらの方にね、
お盆とかお皿とか返してくださいって。ただそれは、ただ言うだけなんですよ。で、まあその間、蓋を、牡蠣を焼いてる間、蓋をつけてくださいねって。ただそれなだけです。で、これをひたすらずっと忙しい時案内する係です。はい。で、まあそれが終わって、炭ってやっぱり焼かれると少なくなっていくんで、炭がなくなったらそこへ炭の補給をするっていう。はい。それをやっておりました。で、まあ、食べ終わった後はね、まあ、テーブル付近に行くのもやるんですけど、まあ、単純にその、オーダーが決まって会計すんだ、ね、オーダーが決まったお客様の、その、牡蠣を、トレイを持ってテーブルまで案内して説明するだけの、それだけの仕事だったんです。ですけども、これがね、忙しい時になるとね、もう、ノンストップになっちゃうんですよ。次、どこにテーブル入れたらいいのかっていうので、焦っちゃう。はい。で、お客さん持って帰りたいお客さんなんかも出てくるんで、結構いろいろ対応もね、いろいろ楽しかったですね。で、まあ、これメリットがね、忙しいとね、時間経つの早いんですよ。あっという間に昼間の時間なんて、まあ、10時に入っても、まあ、2時ぐらいまでほぼなんかすごい時間経つの早かったんですよ。忙しいから。お客さん次から次、平日でもなんだ、やっぱり忙しいんだなって、牡蠣食いに来るんだなと思ってね。はい。で、まあ、食後のお客様の満足、楽しい。まあ、お腹いっぱいになってね、お客様ね、美味しかったごちそうさまって言われると、僕らも嬉しいじゃないですか。うん、その時になんかお客様と一体感が得られるっていうか、まあ、これが飲食業のメリットですね。時間が経つのは早い、忙しいとね。はい、ああ、よかったっていう。で、デメリットがね、逆にね、暇だとね、余計な業務やらされちゃうんですよ。排水口の仕事だとかね。あと、なんだっけな。なんかやらされたんですよ。準備で。焼くのに、使うのに、ほら、軍手なんかも必要なんですね。軍手とか、あと、貝むきだとか、紙のプレートだとかね。それをなんかセットさせられたりだとか。まあ、それはまあ、余計な仕事や、ちゃんとした業務なんですけど、排水口の仕事なんでね、ちょっと、これ結構ね、飲食チェーン店のマネージャーなんかよくやってるんですけども、まあ僕はやり慣れてるからあれなんですけど、ちょっとこんな仕事やりたくないですよね、アルバイト。はい。別にするのがいいか。まあいいや。はい。で、炭はね、暑いんですよ。だから炭を補給するときに、まあ寒かったからあれなんです。体にはね、あれですけど、結構炭って体に、なんつうの、暑さがこうジーンとくると、なんか、なんて言うんでしょうね。ちょっと暑いなって感じで焼けたような気になるんですよね。だから夏場のあれと同じ、まあ、あれとは違うか。ちょっと暑い、ストーブの前にずっといるのと同じような心境になるんですよね。はい。で、これ仮設のなんかテントなんで、屋外だったら寒かったんですよ。はい。で、寒いと、やっぱ嫌ですよね。はい。ちょっと寒かったです。で、やっぱりね、それなりに厚着していってきましたけど、動くと暑くなるんでね。ちょっとそういうのね、やっぱり暑くなったり寒くなったりするっていうのはちょっとしたデメリットじゃないかなと思いました。で、中にはね、女の人なんかね、すごい食ってる人いるんですよ。僕、休憩だから30分行ってる間に、まあ、休憩入る前にね、食べてね、もうお腹いっぱいになってるのかなと思ったら、休憩から帰ってきたらまだ食べてたりね、いや、なんだこの人すげえ食ってんなと思ってね、俺驚いちゃいましたね。まあ、これは余計な余談なんですけど、これはまた別の時に話しますね。ということで、まあ、5時間半、まあ、実は6時間です。5時間30分休憩、5時間半でもらった給料が、まあ、いいんじゃないですか、6550円で。うん、このくらいが普通のレートですね。5時間半ですからね。で、まあ、ちょっとね、牡蠣ね、食べさせてくださいというのは、ちょっとこれはずうずうしくて言えなかったです。はい。はい。まあ、なんと言ってもね、いろんなお客さん、牡蠣マニアが来てんのかな？わかんないんですけど、それ見るのが面白かったですよ。だからさっき食べて、ただ本当ギャル曽根みたいな女の人がひたすらバケツに入った牡蠣をですね、あれ3バケツか4バケツぐらい、まだ食ってるよ、まだ、あれよく食うな、あの女の人なって、感心しながらね、見てて、それで僕も食べたくなったんですけど、その時お金がなかったんで食べられなかったんですけど、また追ってね、食べに行こうかなと思います。まあ、とりあえずね、6550円稼いできたんで、5.5時間で、10時から4時まで。はい。まあ、一応報告っていう形で動画にさせていただきました。今回の屋外でね、牡蠣のね、ケータリングの仕事やってきたんですけど、これなんか小話なんかないかなと思って、今さっきちょっと思い出した話があったんで、一つね、話したいと思います。会社の懇談会ですね。会社内のよく、ほら、秋になるとパーティーとかやるじゃないですか。各部署が揃って、なんか会社の運動会だとか、今日は倉庫に、
従業員一同揃ってバーベキューパーティーみたいなの。うん。で、これ会社内でやればいいんですけど、大きい大手の会社っていうのは、その会社内の、まあ、駐車場だとか、グラウンド、まあ、会社で持ってるなんか庭みたいなところで、ケータリングを呼んで、地域の、まあ、なんか肉屋さんだ、肉屋さん。うん、それとか、ケータリングの会社、なんか寿司パーティーなんかもやるんですよね。で、大手の会社、まあ、とある大手の会社で、僕、ケータリング会社に頼まれて、一緒になって、そこの、ある、とある、工業団地内にあります、懇談会のパーティーに、お手伝いで行ったことあったんですよ。で、まあ、そこは同じです。炭火で焼いて、炭火を自分たちで、私はケータリングの会社のスタッフで行ったんで、炭火で火を沸かして、炊いて肉をまあ焼いて、焼いた肉をお客様にトングで挟んで渡すっていう係と、あとだいぶ前ですけど、寿司キャラバンっていうのがあったんですね。キャラバンあるじゃないですか、車のキャラバン、まあワゴン、うん、ワゴンっていうかなんか大きい車ですね。それに寿司のネタと寿司ご飯持ってって寿司キャラバン行くみたいな、そういうのもやってたんですね、私ね。で、まあそういう会社のまあこの中福利厚生ですね。そんな時に、まあ、いろんな会社行ったんですけど、ある、だから、工業団地、さっきも言いましたけども、大きな工場がありまして、そこで、まあ、初めて行ったんですね。会社名は避けさせていただきますね。大手です。皆さん知ってる会社です。それで、まあ、そこなんかすごい大きな会社なんで、芸能人でも、呼んで、ちょっとお笑い芸人呼んで、もうゲイパーティーやってたんですよ。結構、ゲイパーティーって変なパーティーだよ。芸能人の、まあ、ちょっとしたトークショーみたいな、一発芸みたいな、うん、漫才師なんかが来てこう話したりだとか、子供たちのとなんかいろいろ運動やったりだとかって。誰だっけな、まあ、名前言っちゃうんですけど、チューブの前田さんのモノマネするとあるお笑い芸人いるじゃないですか。あの方も来てやってたんですね。まあ、そんなのはいいとして。そんな時に、パーティーで僕らがこう、いろいろまあ、料理とか振る舞ってて、働いてたところ、突然目の前でね、あるスタッフが喧嘩になっちゃったんですよ。で、喧嘩になっちゃって、普通だったら、喧嘩になったら普通止めるじゃないですか、みんなで。で、まあそこは止めてたんですよ。今度止めてたら、今度反対の方でも、なんか乱闘騒ぎをやってるんですよね。いや、だから、男の4人が、一箇所で乱闘して、みんなでわー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 、だから、なんつうんですか、デッドボール当たって、なんだこの野郎って、ピッチャーにね、駆け寄る、あれ、うん。そんなシーン、みんな集まって、お前ら何やってんだよって。うん。それが、だから、一箇所より二箇所やって、いきなりね、男の子がやったんですよね。で、まあ、僕たちはケータリングで行ってるんで、内部の事情って全然知らないから、もう高みの見物しかできないんですけど、まあ、それこそちゃんとね、肉とか渡さないといけないから。で、まあ、それはそれで収まったんですけど、収まったのはいいんですね。で、その時に、まあ、終わって、片付けて帰るとき、車の中で、だからその大きな、だから軽バンの、あ、軽バンじゃないや。ハイエースだったっけかな。あ、うん。その時に、主催、そのケータリングの会社のスタッフに聞いたんですよ。何ですか、ここの工場のスタッフって。あんな喧嘩なんかする、なんでするんでしょうねって聞いたら。いや、もともと炭鉱夫のね、人たちがあそこは働いてるんだよ、みたいな。あ、まあそんなこと、まあそれはいいんですね。炭鉱夫の人たちが工場で働く。技術があるわけですから。で、まあ、それはそれでいいんですけど、それ以外にも、昨年も同じような件があったの。昨年もなんか喧嘩みたいになったんですかって。いや、喧嘩じゃないんだよ。喧嘩じゃなくて、今回は違うんだけど、そのね、あそこで働くスタッフが、人間の持つ正義の、それをなんかお互いで言い合って、なんか喧嘩じゃないんですけど、からかったりなんかしたんですよとかって、なんかそんなこと言ってたんですよね。そこの会社で。なんで言ったか知りませんよ。チンなんとかとかマンなんとかってことになりますよね。だからそんなこと言い合ってたって言って。まあでもね、そんなこと言うような会社って言うとそういう風になっちゃいますけど、まあ工場の中っていうのはいつもいつも同じ人の顔のね、あれで、僕も工場ね、工業団地働きに行ったことありますけど、やっぱりね、人間関係ギクシャクしちゃうのはもう、それも当然ですよね。で、結構炭鉱夫上がりの方々って結構、体にいろんな絵入ってる人もいますからね。はい。つまらないんですけど、これ小話にしました。失礼しました。